でもでも丸く収まってよかったね。まあな、微妙な距離感出されてたらこっちもめんどくせえし。でもでも、どんな問題でも片付けちゃうお兄ちゃんはやっぱりかっこいいな。ま、余計なおせっかい焼いてこそ歌唱だしな。キキキ。お姉ちゃんもお兄ちゃんのそんなとこが好きなくせに。まあ、うるせえうるせえ、聞こえねえ聞こえねえ。前にお兄ちゃんが配達用の車買おうかって言ってたけどさ、僕はこうやってお散歩しながらの配達好きだな。みんなでおしゃべりしながら歩くの楽しいし。アホ、遊んでんじゃねえんだぞ。まあ別に店の手さえ回ってりゃな。最近はみんな慣れてフォローもし合えるようになったし。あ、アイス屋さんだ。あそこにアイス屋さんが出てるよ。やだ、すっごく美味しそう。やばい、あれはやばいよお兄ちゃん。人の話聞けよお前。すがお兄ちゃん優しい。ねえお姉ちゃん、お兄ちゃんもこう言ってることだしね。ったく、なんだかんだ言って箇所は甘いんだからよ。でもまあ店長様がそう言うなら私が言うことは何もねえや。じゃあそれはそれで切り替えてごちそうにあやかるとしようか。イエーイ、そうと決まればレッツゴーゴー。ナッツのやつ最近ショコラみたいになってきてんな。私はその子猫じゃあるめえし。いや別に嫌とかじゃなくて。おう、そこまで言うならじゃあ
その、うめえな。バイマイカは、その、わかんねえけど。お姉ちゃんすっごい照れてる。かわいいな、もう。うるせえな。慣れてねえんだよ、こういうのは。でも、嬉しいでしょ？嬉しいに決まってんだろ。お姉ちゃんは素直じゃないね。じゃあ、こっちも、確かに悪くねえな。なんか可愛いっつうか。もっと食べるか。ん？僕もお兄ちゃんにあーってする。はい、お兄ちゃん。あー、あ、ちょ、夏、お前大戦じゃ。顔が真っ白になってんぞ。ごめんねごめんね、すぐに拭くからね。あー、でも拭くものがない。そうだ、お兄ちゃんちょっとじっとしててね。ペロ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 。ちょ、ナッツ、さすがにそれはダメだろ。だって拭けるものがないからしょうがないでしょ。お姉ちゃんも早く、お兄ちゃんの洋服に垂れちゃう。ええ、私も言うのか。ダブルで。緊急事態なんだから照れてる場合じゃないよ。ほら一緒に。レロ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 。レロレロレロレチュル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 。ナッツ、待って、落ち着け。おい、ナッツ。ごめんね、お兄ちゃん。とっさのことでついつい取り乱しちゃって。とっさにあの判断ができるおめえに驚きだわ。でもどさくさ紛れにお兄ちゃんにいっぱいチューしちゃったな。お姉ちゃんも一緒にペロペロしちゃえばよかったのに。あれをチューだと言えるおめえがすげえよ。アホなこと言ってねえで、とっとと戻って仕事すんぞ。仕事。もう、お姉ちゃんも素直じゃないんだから。お姉ちゃん、みんなに遠慮してお兄ちゃんに甘えるの下手だから、お兄ちゃんもちょっとはお姉ちゃんのこと気にかけてあげてね。それと、アイス買ってくれてありがとう。これならちゃんとしたチューだよね。じゃあ、そういうことで後半も頑張ります。
猫パラ。聞いてください、聞いてください、ご主人様。しぐれが、しぐれが贅沢させてくれるって。ご主人様が買ってくれてるシャンプーに不満があるとかじゃないんですよ。ちょっとゴワゴワするだけっていうか、キラーって感じが弱いっていうか。ボディーソープもあんまりしっとりしない。でもそこは若さでカバーかなって思ってるし、ピチピチ。すみません、兄様。たまにはショコラとバニラにもプレゼントを買ってあげようかなと思いまして。そしたらいつの間にかそのような流れに。ショコラとバニラは基本的に兄様のところにいますから、家の猫たちよりも買い物に付き合ってあげる回数が少ないですし、それにたまには私もショコラとバニラと一緒にお出かけしたいですしね。定期的にいろいろと報告を聞かないといけませんし。ちなみのようなものです。兄様はお気になさらずいてくだされば大丈夫です。というわけで、私たちは実家に帰らせていただきます。ゲーグ。あ、ショコラそれ知ってる。肉だりほん。大丈夫、ショコラは私が養ってあげる、実家で。にゃはは、バニラは頼もしいね。なでなで。お疲れ。悪くね。じゃあ頼むとするかな。あと適当に菓子出してくれてもいいぞ。甘いやつ。ソファーまで持ってきてくれよ。なんだよ、誰も見てるやつなんかいねえじゃねえか。じゃ、遠慮なく。いただきまーす。あ、うめえな、この羊羹。
もうみんなとっくに上がって、しぐれと一緒に帰った。気が乗らねえからここでダラダラしてた。いや、別にそうやんじゃねえよ。単にここでダラダラしてただけで。ナッツのアホにでも余計なこと言われたんだろう。別に私はあいつらと違って子猫ちゃんじゃねえからな。そもそも猫は自由な生き物なんだから、くだらねえ心配すんなよ。して似合わねえことすんじゃねえよ。でもな、そう言ってもらえたら嬉しいよ。猫が甘えるのに許可なんていらねえんだよな。箇所は花椒の味と匂い、もっともっとして、
これでも一応、恋猫だぞ。そりゃ、たまにはキスの一つもしたくなるに決まってんだろ。あんな、目の前で見せつけられたら、羨ましくも、なっちまうよ。そうだよね。本当に可愛いよね、お姉ちゃんは。ナッツ？どうしてー？帰ろうと思ったら眠くなっちゃって。そのままショコラとバニラのベッドでうとうとしちゃってさ。目を覚ましたらお姉ちゃんが可愛いこと言ってるから。てめえ、そんな、ニヤニヤして。お姉ちゃんだって昼間のこと、羨ましいって思ってたんでしょ？僕だって、お姉ちゃんの抜けがけのキス、羨ましいって思ったよ。それは、その…いいの。僕だって女だもん。気持ちはわかるし。それに…今日は、ショコラもバニラもいないし、お姉ちゃんと二人で、いいよね、お兄ちゃん。にゃーん。お兄ちゃんとお姉ちゃんにめちゃくちゃにされちゃった。ぐる。